減税を打ち出している岸田内閣の支持率が過去最低となりました。共同通信がこの週末実施しました全国電話世論調査、岸田内閣の支持率は 28.3% となりまして、岸田内閣として過去最低を更新しました。そして不支持も 56.7% と、こちらは過去最高となっています。で、今回のこの支持率なんですが、退陣前の菅内閣の時よりも低い数字となっているということで、鈴木さんどう見ますか？いや、もうこれは明らかなのは、要するにいろんなことを、例えばこの経済対策もそうだし、それから旧統一教会の解散命令もいろんなことやってるけれども、特に経済対策はやっぱりそのもう国民のその感覚とも乖離してるっていうか、やってることが要するに国民がやってほしいことともこんなずれてるんですね。で、このやっぱりその国民の感覚っていうのはもう全く感じてないというね、ここにも僕はもう最大の原因がある。だから国民からすると経済やろうが何やろうが、いや、もう分かってないじゃないかというね、乖離って僕は言ってますけども、 それがもう原因のすべてだと思いますよ。支持率の低下が止まらない状況となっていますけれども、では支持しないとした理由見てみますと、経済政策に期待が持てないが 48.9%、 最も多く、さらに総理にふさわしいと思えない、総理が信頼できないと続いています。そしてこの政府の経済対策、17兆円規模で1人当たり合わせて4万円の所得税、住民税の定額減税を行うとしているものですが、 62.5% が評価しないとしています。理由としては、今後増税が予定されているからが 40.4% で最も多く、経済対策より財政再建を優先すべきが 20.6%、政権の人気取りだからが 19.3% となっています、はい、鈴木さん、先ほど国民感情と乖離しているというお話ありましたけれども、はい、この減税を打ち出した経済対策というのがここまで評判が悪いというのは、そうそう、減税っていうけれども、その減税と聞いたら、そのすごく税金がガッと安くなって、すごく国民生活が楽になるっていうふうに減税って言葉は印象付けるでしょ、はい、でもその所得税減税っていう、でこれもしかも1回きり、しかも来年ですよ、今苦しんでるのにね、まあ、こういうところはずれていると。僕はもう前から言ってます、消費税減税しかないんじゃないかと言ってきたけれども、まあ、そういうところがやっぱり、まあ、ある意味では財務省が書いた絵に乗っかってる感じはするんだけれども、そう分かってないということですよね。ただもう一つだけ言いますね、はい、実は内閣支持率が自民党の政党支持率より低いんですよ、はい、ということは自民党の支持者ももう岸田さんはノーということになって、ここでも岸田おろしみたいなものが始まる可能性がある、うん、そうするとやっぱり次の政局になっていって、ますます国民生活よりも政局になっていくんでね、まあ、解散を打って出る、逆転でっていう可能性もあるし、ちょっとね、まあ、なんか国民生活がどんどん離れていってる感じなん で、ね、自民党の中でまずビシッとやってほしい気がします。見方によっては岸田内閣が正念場を迎えていると言えるかもしれないです。